ロバート・ラムはアメリカのミュージシャン、キーボーディスト、シンガー・ソングライター。ロックバンド、シカゴの創立メンバーであり、キーボード、ボーカルを担当。1975年からはソロミュージシャン名義でも活動している。また、同バンドのヒット曲の多くはラムのペンによるものであり、2017年にはソングライターの殿堂入りを果たした。ニューヨーク・シブルクリン生まれ。 15歳の時、家族と共にシカゴに転居した。両親がジャズのレコードをたくさん持っていたことが、ラムに音楽的な影響を与え、教会では合唱団に所属。高校時代は、レイチャールズに憧れ、シカゴのルーズベルト大学で音楽の授業に参加したことをきっかけに、美術から音楽へ転校した。ルーズベルト大学時代には大学を通じて、 多数のバンドに参加し、1963年には、ザワンダラーズのメンバーとして、シングルバムを数枚録音した。1967年、シカゴのノースサイドにあるクラブでカルテットを演奏していたところ、パラゼーダー、セラフィンラによってスカウトされ、それがきっかけとなり、同年2月15日、デポール大学の学生が中心となり、ウォルター・パラゼーダー、テリー・キャス、 ダニー・セラフィン、D ・ロック・ネーム、ジェームズ・パンコーラと共に、シカゴの前身となる、ビッグ・シングを結成。翌年の1968年、シカゴ・トランジット・オーソリティとバンド名を改め、そのさらに翌年である1969年に、アルバム、シカゴの奇跡でデビュー。同アルバム内では、一体現実を把握している者はいるだろうか、や、ビギニングなどを作曲し、 これらがラムの初出作となった。70年代に入ってからもシカゴのメンバーとして長い夜、サタデーイン・ザ・パーク、ダイアログ、ハイケト・ルーマン大統領などのヒット曲を生み出し、1974年には空をアルバムである華麗なるロバートを発表。80年代以降ライターとしては一線から退くもののバンド内では、 従来のヒット曲をキーチェンジせずに歌い続け、2004年にはソロとしても大規模なコンサートを開催。2016年にはシカゴでロックの殿堂入り、翌年2017年にはメンバーのパンコー、元メンバーのピーター・セテラと共にソングライターの殿堂入りを果たした。彼は数少ないショルダーキーボードを操るミュージシャンの一人である。ありがとうございます。